おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1936です。はい、今回紹介するのはですね、前回組み立ての方を行いました、こちら。144分の1マスターガンダム。こちらの方のですね、稼働範囲、それとギミック関係を見ていきたいと思います。はい。で、前回もね、言ったんですけど、ちょっとね、頭部パーツ、黒に白がね、バシッと出ちゃっててね、ちょっとね、メリハリがないような感じがするんで、できればこの中心部分ですね、ここの V 字の部分の赤ですね、これに関しましては塗装、または付属のね、シールのこういう余白の赤ですね、これを一応工夫して貼り付けてあげるだけでもね、ちょっと見た目変わると思いますんでね、それでちょっといじってみるっていうのもありだと思いますけど、それをやらないと物足りない感じがしますね。はい、以上そんな感じとなっております。マスターガンダム見ていきたいと思います。まずこの状態ですね、この状態でぐるっと見ていきましょう。ぐるっと回すとこういう感じになっております。はい、でこちらね、見ていただくと分かると思いますけど、今まで紹介してきた6体のガンダムですね、それと違って背面パーツにコアランダーというものがねありませんので、ちょっとねそこの部分が結構違うような感じがしてね、印象変わってくるんじゃないかなと思います。はい、ではですね、稼働範囲いきたいと思いますけど、頭部に関しましては左右に動かすことができます。頭部のデザインがね、かなり特殊なんですけど、ここのね、首周りのパーツが V 字に広がってる影響で、そこまでね、影響なさそうな感じが、まあ、若干するかなという感じかな。で、上はこんな感じです。下はこれです。まあ、ほとんど動かないような感じですね。はい。で、腕に関しましては、こちらのね、後ろのバイザーというか、こちらのパーツが広がった状態だと当たってしまいますんで、腕をね、動かすときにはちょっと後ろ方向にこう逃がしてあげた方がいいと思います。とりあえずこの状態でぐるっと一応回そうと思ったら回りますよ。で、水平ですけど、これが限界です。どうしてもですね、こちらの肩パーツの内部にポリキャップをね、仕込んでるだけという風になってますんで、これが限界です。気になる方はね、見た目悪くなってもいいんであれば、ここのところガリッとね、えぐってあげればその分だけ動くという感じになります。あとはですね、根元の軸部分も市販のパーツに変えてね、ダブルボールとかに仕上げると、もうちょっとね、ガリガリ動くかなと思います。で、肘に関しましてはここまでですね。まあ90度ぐらい曲がっているという感じです。で、二の腕のロールはありませんけど、肘のここで動かすことができるというふうになっております。で、あと手首パーツが一応ここのところでね、パチンって止まっておりますんで、動かすことができると。ただ、プラパーツに対してプラパーツがはまっておりますんで、角にね、動かしてしまいますと、劣化してね、外れやすくなってしまいますんで、そこだけちょっと注意ポイントというふうになっております。で、次、ボディですね。ボディに関しましては、こちら、胸部と腰部。これですね、一体成形になっておりますんで、ひねることはできません。さらに今までと違って、フロントアーマーとサイドアーマーも一体成形になってしまっていますんで、足の開脚はこれが限界と。そして前後がこういう感じになっておりますんで、こちらのマスターガンダムは、脚部のね、可動域がとてつもなく狭いっていうね、ちょっと惜しい。マスターガンダムと言ったら、あのね、特有の片足を上げてのあのポーズみたいなね、あれをやりたいとこなんですけど、全然動けませんので、ここのね、フロントアーマーとかサイドアーマーの切り離しと再接続するための加工ですね。それをやらないとね、非常に可動域狭いね、惜しいキットになっておりますので、ね、そこはもうちょっとね、今までと同じ方式になってたらより良かったんじゃないかなと思います。もしかしたらそれがね、再現されてて、頭部パーツのこの V 字のアンテナですね、ここの部分が色分けね、されていれば、G ガンのね、この144分の1シリーズでもかなりの量キットになったんじゃないかなと思うぐらいね、ここの稼働がないのは非常に惜しまれる感じとなってます。足に関しましてはここまでしか曲がりません。で、あと足首がここでグリグリ動かすことができるよと。ここの部分の開口が結構広めになっておりますので、足をね、大きく広げた時にこういう風にね、非常に高い接地性となっております。一応こんな感じですね。基本的な稼働範囲はこういう風になっております。で、先ほどから言ってる通り V 字のアンテナだったりとか、この稼働、腰のひねり、フロントアーマーって言っておりますけど、もう一点ね、ここに稼働軸欲しかったなって思うのが、リアパーツですね。ここの部分が、ここのね、ポリキャップのところに軸で刺さってる、この方式になっておりますんで、開きの調整がこれしかできないですね。で、バインダーのここの部分が、こう上がってほしいところなんですけど、その稼働がなく、こちらのちょっと薄っぺらい感じなんですけど、こちらの部分に直接軸が生えてるような感じになってますんで、刺したりとかこうひねったりですね、この時に根元のところからボリッといっちゃう可能性がありますので、できることならここの部分は背中のパーツとバインダーパーツの間にジョイントが1個入ってて、そこでひねったりとか、そこで跳ね上げるっていうギミックがあればね、より良かったかなって感じでね、そんなキットとなっておりますんで、こちらに関しましてはね、改造箇所が多数あるんでね、
まあ、いじってみるっていうのも一つの手かなと思います。はい。ではですね、最後にギミック関係いきたいと思います。こちらに関しましては、二つ。まあ、ある意味二つって感じかな。一つは元々のギミックとしまして、ニアクラッシャーというやつですね。そしてもう一つはディスタントクラッシャーというのがありますよと。で、まずニアクラッシャーに関しましては、こちらの前腕ですね。こちらのパーツ。これの赤と黒。ここの間のところで伸縮させることができると。これがニアクラッシャーですね。一応こんな感じで伸ばすことができるんで、中距離といえば中距離かなみたいなね。こんな感じのアクションができますよと。ただ、こちらもですね、手首パーツと同じ方式で、プラス A のパーツを重ねているようなね、感じになっておりますんで、頻繁に動かすと摩耗してしまってね、ゆるゆるになってしまいますんで、ここの部分に関しましてはちょっとね、対策しておいた方がいいかなと。ただ、対策のしようがないんですよね。ここちょうど中空になるような感じのね、こういう風になっておりますんで、軸接続に改造するにもちょっとできないので、この摩耗してしまいそうな内側のところに薄いゴムシートを貼ったりとか、パーマネントマットバーニッシュでちょっとね、補強するみたいな、そういうような方式にするか、あとは軸部分ですね。これ今パチンとはまってる軸部分を金属製に変えてあげて、こっち側、あと反対側にネオジム磁石をね、取り付けてあげて、磁力によってパチン、パチンっていう方式にするっていうのも一つの手かなと思いますね。はい。一応それがニアクラッシャーというふうになっております。で、ディスタントクラッシャーというのは何かと言いますと、まあ前腕を発射したロケットパンチみたいなものですね。まあ一応こんな感じで外すことによって、ディスタントクラッシャーができますよと。ただそれだけです。ただこっからね、伸ばしてる延長用のね、ビームパーツみたいなのは付属しておりませんので、別途ね、用意する必要性がありますけど、まあ一応ね、脱着できますんで、それも一応できるギミックの一つとさせていただきました。あとはまあダークネスフィンガーなんですけど、まあもともと平手なんでね、これでもいいかなという感じかな。まあもう一つ言うんだったらグーパーツがあったりすればよかったかなって感じですけどね。まあ各所の出来自体はね、こちらマスターガンダム悪くはないので、やっぱり塗装と可動範囲の拡大、特に腰回りですね。ここの部分の可動範囲が広がったりするのと、背中のバインダーパーツの跳ね上げ。これができることによってね、かなり印象変わると思いますんでね。腕に自信のある方はちょっといじってみるといいと思います。はい。いかがだったでしょうかね。全体の造形はね、とてもいいんじゃないかなと思います。ただ、前回の組み立てと今回でもね、言ったんですけど、ちょっと可動範囲、その辺がちょっとね、惜しい感じになってるんで、そこがバリバリね、動くようなタイプになっていると、G ガンシリーズのね、このプラモデルの中でも、かなり上位にね、食い込むんじゃないかなっていう、かなりの量キットだったと思うんでね、そこがね、稼働しないっていうか、そういう部分が対策されてなかったのがちょっと惜しいかなって感じますけどね。まあ、非常にかっこよくできているんで、気になった方はちょっとね、買っていただければと思います。はい。ということで今回ですね、144分の1マスターガンダム、こちらの方の稼働範囲、それとギミック関係ですね、こちらの方をちょっと紹介していきました。はい。ということで次回です。次回は以前紹介したね、ネオジャパンの代表ガンダム、シャイニングガンダムの後にね、乗り換えたシリーズ最強と言っていいのかなっていう、そういうガンダムがね、ありますんで、そちらの方の紹介をやっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。